ぶっ壊れ武器の時間だよ。お疲れ様さ、チッス誰も知らないカリウド、イカレタコスケです。今回もぶっ壊れ武器の準備ができましたが、ガチのぶっ壊れ武器がガチのって、今までのもまあ割とガチでしたけども、まあガチガチのぶっ壊れ武器をね、今回はご紹介していこうと思います。ついよ。さあ大体のちょっとちょっとワンワンね、にゃんにゃん困るよ、お客さんにお尻向けたら。さあこの百竜弓5、もうご存知ですね。ただこれはマジでガチでしたね。ぶっ壊れてるっていうからどんなもんだいと思ったら、マジでぶっ壊れてました。ちょっと自分語りになりますが、なんでぶっ壊れてるかと思うと、私瑠璃幻獣を何で集めてたかというと、主リオレイヤーで集めてたんですね。で最近ちょっと弓がね面白いんで弓でやってたんですけども、この連射弓5使ったらね、4分6秒とか出ました。このイカレタコスケがだよ、このイカレタコスケが4分6秒出したところに意味がある。しかも強撃瓶の調合もしなければ、なんだったら一回強撃瓶忘れて、最初ね一回テントに帰ってるようなやつで4分6秒出ちゃったんですよ。これでもイカレタコスケのじゃあ上手自慢じゃないんですよ。この連射弓が強すぎて、モンスターの頭部弱点を狙い続けるとね、モンスターってダウンするんですけども、それとあの合射による気絶のループがね入ることによって、まあ、ある程度弓が使えて、主リオレイヤーの頭部が狙えれば、まあ、他のモンスターもそうですけども、まあ、そういうことにならざるを得ない火力を持ってるんですね。まあ、とりあえずちょっとね、まあ、薬も使った上で見せていこうか。とんでもない火力ですよ。ちなみに、この修練所のこいつの頭部ってのは、あの肉質が100でして、まあ、一切攻撃力が下げられない状態なんですね。なんでここからあの大体の攻撃力換算できるんですけども、見ていただきたし、バンバン、そしてバンバンドン、2632、バンバンバン、ドゥーンドンドンドン、ちょっと外したけど2520。まあこれ全部うまく当たると、当てるつもりで打ったんですけど当たりませんでしたね。2800ぐらい出るんですよ。で2800ってどれぐらいかっていうと、主リオレイヤの頭部は弾弱点が50なので約1400ぐらい。ちなみにね、ここに食事なんかも入りますからね、実際もうちょい火力が出るんじゃないかなと思いますけども、1400ダメージね出ちゃうのよ、普通のモンスターに、修練場じゃなくてそりゃ主リオレイヤもぶっ倒れるっていう話です。なんでこれぜひともちょっとね、弓興味ある人、ちょっと趣味でたしなんでますって人はこれやってほしい。めちゃくちゃ強いから、ありえんからね。とりあえず大事なのはどっちかっていうとね、弓の設定なんで、百竜スロットの方見ていきますけども、私は会心率強化3、属性付与竜に連射元気と強撃にしています。でこれ局者変更回復型にしてますけども、あの普通に会心型の方が火力が出ると思われます。で防具、供給の羽飾り、バイク S、 ヤツカダ、ジャナフ S コイル、ヤツカダグリーブ、それから私が使ってるのはこれですね、通常弾速射や強化2が載っていて、まあ、スタミナダッシュとかも載ってるけども、スロット1なんで、まあ、通常弾速、これまあ装備でもやれるかな、ちょっとね検証してませんけども、通常弾速射や強化が1乗ってスロット台があればこの装備が乗るということですね。まあ竜属性攻撃強化分ビビたるもんではありますけども、これが乗る乗らないもあるんで、スロットの数によって火力が上下すると思われます。そして装飾品、強弾樹、通撃樹、装填樹、通撃樹、通撃樹、装填樹、破竜樹ですけども、これ弓の属性によって変えましょう。あの主リオレイヤーは頭部が竜弱点なので竜属性を使っていましたってことですね。で破竜樹、で破竜樹ということになっています。弓使いだったらば5個作っておくべきかと思われます。で全モンスター相手にするんだったら、私今通撃乗せてますけども、弱点がね、狙いやすい弱点がギリギリ通撃の通る45未満の可能性もありますんで、そうじゃないバージョンもね作っておくと、まあいろんなモンスターに持っていけるかなというところでございます。まあ、大体まあ通撃通るようにはなってると思いますけどね。2つ目、
グランドカオス。スラッシュアックスもね、いろんな武器がありますけども、私はこのグランドカオスを押していきたい。というのも、ま、この装備ね、合人研磨なんですよ。しかも今私合人研磨確か 1個足りないんだよね。なんで合人研磨2なんだけども、まあ、実際は合人研磨3で運用することになりますが、匠さんをつけることによって白ゲージが出ることによって現状最強火力を出す、そしてみんな大好き元気瓶ということになるんですけども、こればっかりはちょっとねここでだと分かりにくいんで、ちょっとこっち見ていただきたい。さてこちら見ていただきたい。白ゲージを使って最大火力状態の時に主リオレイヤー、空中にいる主リオレイヤーの頭部にヒットすることによって叩き落とすと、まあ、こういった瞬間だよね。こういったモンスターへのダウンをあとちょっとをきっちりと取り切ってしまう最大火力、この面が非常に大事だね。まあ、合人研磨の使い勝手は確かにね、いろいろあるんだけどね。ただね、最大火力という点で私はここを押していきたいといったとこでございます。この一撃ね、かっこいい、高さがある武器だからいいよね、スラッシュアックスはね。というわけでこの砥石、まあ砥石好き嫌いあるけど、砥石を使った1分半私だけですね、スーパーマンになれてしまうのがこちらということになります。いやーでもね、実際このグランドカオスダメージ量、モンスターに与えるダメージを見ると弱点以外へのダメージもかなりでかいんでびっくりしますよ。確かにあの心眼運用の方も強いと思う、それはね。ただまあ最大火力を出してダウンを取ってとかいうことになるのであれば、この白ゲージ運用を個人的にはおすすめしたいところ。ダメージ量がね、あのなんつうの、短時間でのダメージ量がねやっぱね高いんですわ。普通にこれはいろんな武器をね修練所で使ってると分かるんですけど、おみたいな感じがありますよ。やっぱりぐんぐん上がるみたいなね。ただまあ当て続けるのは確かに難しい武器だけどね。さてちょっと半端ですけども、装備の方を紹介していこうと思います。グランドカオス、非常に名前もかっこいいですね。オロミド S ヘルム、ハンター S メイル、こちらバイクメイルも同じですね、スキルのスロット数的にね。マガエロイ派コテ、ジャナフ S コイル、ハンター S グリーブ、そして弱特特攻高速変形という、このスラッシュアックス専用みたいな、私の一番なんつうの、あのスラッシュアックスに向いているお守りになりますけど、あの高速変形1にスロット22空きでもいいし、弱点特攻2にスロット2空きでもいいし、弱点特攻と高速変形プラススロット2が1つ空いてるでもいいし、まあ、攻撃とかを合わせるのであれば攻撃系でも、まあ、今何でもできますからね。ある程度スロットが空いてればできる、2スローのスキルが3つ入ればできるってことだね、使う中のスキルがね。だ装飾品見ていきましょう。攻撃術、通撃術、対象術、合人術、合人術、防御、研磨、攻撃、研磨、研磨、防御半端だな。なんかのミスかな、わかんないな、なんかのミスかもしんない。防御はね、この辺は防御1乗っけるんだったら総復術とかの方がいいと思いますが、で私合人研磨が3入ってないので、攻撃1個外して合人研磨入れることをおすすめします。なかなかね、グランドカオスね、あの瞬間火力高いんでね、面白いですよ。うまく弱点に入るとゴリゴリ削れるし、ちょっとね、中弱点みたいなところ、そんなに弱点として強くないところでも結構ダメージ入るんでね。あと気絶取れるのもいいね。さあこれはサクッと紹介していこう。私が前に動画にしたものの改良版ですね。もう浸透してきてると思います。回復百竜笛5、属性なしの無属性強化にしています。これはね、まあもうご存知の通りですけども、あのクシャルダオラの装備3つで自動回復、それから回復速度のスキルがついてますね。広角の恩恵レベル3、体力の自動回復がゲージの最大値まで継続すると、これがこんがり魚とそれから百竜笛だけじゃないですけども、体力継続回復と重複すると、これによってまず死なない。なんでどこがぶっ壊れてるかっつって
ったら生存力がもともとぶっ壊れてたんだけども、さらに生存力が上がり、かつ ある程度火力をね望めるようになりました、5のおかげで。なんでこちらの方をねおすすめしたい。まあ適当に殴ってるだけだとさすがにちょっと火力出ないんですけども、なんだっけ、紀炎万丈とかうまく合わせることによって火力が出ます。似たような装備でテオの笛がねドンキー使いで相性良かったんで、ドンキー使い装備で調べてみたんだけども、やっぱりね白ゲージで攻撃力210のね百竜笛は火力高かったですね。向こうは爆破属性もついてるんで、まあそこまで計算してないけどね。まあとりあえず遠隔武器はちょっとライトとかは苦手だし、でも近接武器で戦いたいけどうまく立ち回れないなんて人、もしくは回復薬の消費が激しくてもう貧乏ですなんて人にはおすすめしたい一品になっております。百竜笛白ゲージバージョンといったところですね。装備百竜笛5、炎の、あ、これ百竜スキル見せないとね、切れ味変更1型っていうのが巧みですぐ白ゲージの出るものになってます。これかなり火力上がりますからね。で無属性攻撃強化に戦慄変更回復2で、この新しい炎の風眼ね、ここまあぶっちゃけ変えてもいいっちゃいいんですけども、火力そこまで大きく変わんないからね、別のスキル精霊の加護とかに変えてもいいかもしれない、もし本当にこれでもダメだったらね。まあとりあえず炎の風眼、クシャナディール、マガヨロイハ、クシャナアンダ、クシャナペイルと、まあクシャシリーズの恩恵が必要なんでこうなっております。でここはこれ何、これはさっきと一緒だね、弱点特攻2のついている5石ですね。なんでまだ火力上がりますね、5石によってはね。で達人樹、通撃樹、古敵樹、対象樹、総復樹となっています。回復速度がもともと2あるんで、それを伸ばして圧倒的な回復力をもたらせるということですね。確か最終的にこれ 1.4 倍とかになるから、せっかくにあるんだったら1個伸ばしておきたいところです。で、匠を4にしていますけど、まあ5でもいいかな。4でもね、砥石はまあまあ使います。この長さだと。だからさっき炎の風眼の部分変えてもいいって言いましたけども、技物とかに変えても使いやすいかもしれません。敵と戦う時間によってちょっと変えてみるのがいいかなと思われます。最後は双剣、果たして達人芸なるがか、超火力のティガ双剣か、いいえレイジネイルです。バボン、アップデートしたレイジネイル、これのなぜこれが強いのか、相変わらず豪人剣魔なんですけども、まあ豪人剣魔だからね、ぶっちゃけ別枠になるんじゃねえのみたいな話はありますけども、まあ双剣使いとしていろいろ使ってましたけども、一番使いやすかったのはこれ。火力としてはおそらく一番下になります。でもその差ってそんなに大きくないんですよ。なぜかというと双剣のもう火力って普通に使うだけだと結構頭打ちなんですよね、火力としてはね。まで、これが何かっていうと、ドン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 、あ、ちょっとドン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 バーン、そう、麻痺属性強化レベル3、他のスキルも攻撃レベル5、超会心3と、もう完璧に乗り切っています。早食いと属性やられは私の5石の効果になります。5石もね、簡単なんで、神5石持ってる人は攻撃6、もしくは7までいけるかもしれません。まあ、この双剣よ。言うてね、今の高レベルの高難易度のモンスターたちって、まあ、弱点に張り付いて攻撃しないと、とにかく、背中転がってるだけだと難しいんですよ。でも背中も転がるじゃないですか。そうなった時に豪人剣魔と麻痺ってめちゃくちゃ相性が良くて、貼り付けない時は他の部位攻撃して麻痺った時に最大火力で弱点を殴れるっていうのがまあ理想なんですよ。それを割と体現している装備になりますね。あ、先にちょっと麻痺の話をしておこうか。ちょっとややこしい話になるかも。今麻痺属性が17あります。もともとはこのレイジネイルっていうのは10です。で、ここに、特殊、状態異常強化の食事をすると20になります。ってことは、まんま倍になるよね。ってことは、手数半分でモンスターを麻痺できるってことなんですよ。で、さらに手数半分でモンスターを麻痺できるってことは、
あの耐性値が上がって麻痺しにくくなっていくモンスターも麻痺するってことは、1回の戦闘の中での麻痺の回数が単純に2倍になるんですね。まあ攻撃回数の当てる頻度にもよってくるんですけども、つまりだいたい元々のレイジネイルーだと、1回の戦闘の中でうまく運んで2回、まあ、あのお供とかに麻痺属性の武器持たせていけばもしかしたら2回3回いくかもしれないんだけども、まあ、だいたいまあ1回ぐらいなイメージがあります。そこを2回にできる、麻痺をしている間に弱点を殴れるっていうのがどれだけのダメージ貢献になるかというお話でございます。というわけで装備紹介していきましょう。レイジネイル、デスギア S ゲヒル、バイク S メイル、レウス S アーム、ジャナフ S コイル、金色の袴に、これはねスロット32の5席ですね。なんでこれ攻撃スキルを持っててさらにあのスロット32がついてるような神5席だったらとんでもねえことになります。装飾品、強靭、強靭、麻痺、麻痺、研磨、長身、麻痺、研磨、研磨、大絶、大絶、匠、攻撃という形になっています。これでもうほぼほぼ天井に近いような火力で、天井に近い火力っていうとあれですけども、まあ双剣の必要なスキルをがっつり持った状態ので、かつ超高火力の状態を、まあ、ちびっと引く代わりに敵モンスターを、まあ、1回ないしは2回多く麻痺することができる双剣ってことですね。もう本当なんつうの、麻痺とか関係なく頭部付近、頭部じゃない、あの弱点付近に貼り付ける人にとっては別に用事のないものかもしれませんけども、でもあの何かの檻にモンスターの背中転がることが多い人とか足を殴ることが多い人なんかは、おそらくこのレイジネイルーが最も強い双剣になるんではないかなと思われます。つうわけで、ぶっ壊れ装備のまとめでございましたけども、まぁ、ちょっとどうしてもね、このイカルタコスケが使う武器種が多くなってしまうのは申し訳ないところといったところ、やっぱ使ったことない装備は本当に強いかどうかいまいちわかんないからね。というわけで、今回もご視聴ありがとうございました。誰も知らないカリウド、イカルタコスケでした。ティユ回れ回れやれ風車、また同じ場所へ帰って、揺れて揺れて果て間な心、君は知らない。